川先生。さっぱりわからん。やっぱり。実に面白い。でも検証してみる価値はあるな。もし湯川の推理が正しければ、並木沙織の遺族は完全にシロだ。こんな殺し方、あの家族が考えつくとは思えない。Thank you.
木さんは今回の事件が並木さん家族による復讐であってほしくないんです。もしそうなら草薙は自分が被害者の家族を殺人者にしてしまったことに、今度は草薙さんまで追い詰めることになっても、それでも先生は真実は不幸だけを生み出すとでも。もうカット。あの時と同じようなことを繰り返したくはない。